はい、皆さんこんにちは、こんばんは。はじめましての人、はじめまして、シラコングです。今回ね、リクエストでベジータゼロフルパワーと、極宝、まあリング結構合うということで使ってみてほしいということでね、今回やっていこうかなと思ってます。上から何凸、無凸、1凸、2G、2凸、2凸、フレンド3凸、2G です。俺持ってねえんだ4周年はリンクレベルマックスですね。悟空だけちょっと違うか。で、7周年はマックス、フルパワー高め、高め、低めですね。はい、やっていきましょう。並びが10、うわー、これこっちがいいんじゃない。死ぬかもしれんやばいぞこれは。やられるかもしれない。まあでも最初にアイテム使うのは渋いから、なるべくアイテム使わずにやっていきたいところで ありますかね。 OK。 なんだかんだ言うてね、まあ、今回一心論ということで、頑張っていこう。で、問題は、相手が必殺封じとか順番ロックとかやってくるから、それが結構鬱陶しい。鬱陶しいこと極まりない、本当に。まあ全然いいよ、結構打たれる。で、今回まあ極ベジ以外は、この8周年以外は大猿パワーであったりとかで染めてるんで、ベジータ4ゼノも、輝きやすいですし、また悟空が相方にいるとね、ベジータは輝けるっていうのはあるんで、なあなあなあだよね。うん、分かってる。痛い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 、ああいらんことしやがって、絶対許さない。待機玉欲しいね。あー、そっちに釣れるか。まあいいや、いらんことすんね。チメはいらんことばっかりすんね。いいでしょう、お見せしましょう、私の真の力とやろう。あー、戦闘でボコスが殴ってくれるわ、嬉しい。ゼノと結構リンク合う、4つぐらい合うって言ってたら、ちょっとね試してみたいよね。うわー、極宝欲しいよ、ほんまよこせ俺よこせ。まあ、七夕フェスで8周年してたからいいや。あ、言うてこれから夏の大型キャンペーンであったりとかあるから、まあ、それも込み込みで考えるともう絶対かな、正直ね。権利いいや。あとベビーが出るんだったらちょっと考えるかな、後半で。ベビーが出るんだったらベビー引こうかな。ベビーはちょっと欲しいからさ、なんとなく。まあ、このキャンペーンも結構長めだよね、多分スパン的には。その、ちょっと待てよ。次、力か。そのなんつうんだろうな、次のキャンペーンもあるから、だって極限 Z 学生決まってるけど、まだ発表も何もなってないキャラもいっぱい、ベビーも含めてね。スーパーベビーとかめっちゃ期待できんねんけど、まあ多分それも後半だろうね、うん。で、夏のキャンペーンがその後8月にあるとか、そんな感じになるんかな。楽しみだね。こうやってドッカンバトルね、周年周年と過ぎていくあまりに俺も年取ったなっていう感じはすごいあるわスタンバイ打てる今この状態で。リンク4つっすね。おお、いいね。じゃあちょっとステンバイしてみるか。ステンバイ、ウーブになったらリンクは1個ね。 OK。 これキラマでいいんだよね、確かに。言っておしまいなさい。死ぬかもしれんが、なあ、全然いい。最近あれだね、雨が最近すごくて、今も外雨降ってんだけど、雨すごいよね。ファイヤードーン、減らねえ
あ、あとそういえば最近ちょっとね、ハリーポッターのカードゲームやったみたいで、なんやったっけ、忘れた、書いてあれちょっとやってみようかなと思って、あれちょっと面白そうじゃない、誰かやったことある人いたら教えてください。あれおもろいんかな、なんかおもろそう。プレイ動画見てさ、うわめっちゃ食らうやん。プレイ動画見てさ、めちゃくちゃおもろそうでさ、見て俺、まあユナイトであったりとか、まあ動画には上げてないけどカルコフやってたりとかするから、カルコフ全然だけど、カルコフとか誰かやってたらね、一緒にやりたい、すっげえやりたい、ほんま撮影してもいいっすよという方いたら、ね、やりたいですね。タルコフはマジでおもろい、もうほんまにもうあんな緊張感なんて言うのねえぞ。カレーなー、カレーなー、これアイテム使ってもいいんだけど使おうか、ダメージカット組み合わせよ。マックスジャイ、スタンバイすぎる役割違うやつを2個発動させたらすっげえややこしいことになるよ。メーターどうなるんだろうね、2個発動させたら上下に分かれるかな、どうなるんでしょう、俺にはちょっと分からんが、誰か分かってる人がいたら教えてほしい。そういうそうだな、あと最近そうだな、呪術廻戦のアプリも出るとか出えへんとか、延期になったとかなってないとかっていう話もあるから、それもすげえ楽しみだし、呪術廻戦はやってみたいね、個人的に。あんま知らんけど、あんま知らん、ただ映画のやつを見て第1期のアニメを見た、コミック版はね読んでないです。あれ誰だったっけな、おお反撃きた、ナイス、あの敵のさ、映画版の敵の名前忘れた、あれ好きだったな、感じ的に。さあ行くぞ悟空さん、フルパワーのパワー、フルパワーのパワーを見せてやりなさい、回復で。これでリンクが4つっすね、 GTと驚異的なスピード以外はほぼほぼ被ってる。まああれはしゃあないけど、伝説の力、それはもう LR でしか発動せえへんからしゃあないねんけど、それ以外発動できてるのはまあうまいかなと思う。こっちだわ。でこれはこっちだ。完璧。レクショー。ドゥ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 。ナナを狙え。G 回予告。多分知ってる人は知ってると思う。でもめっちゃ勝ったね。これで3発目。勝てえな。4発目。5発目はないか。確かにベジータ4ゼノとリンク合うね、それはちょっと認めよう、うん、認める、認めざるを得ない、ね、さあこっからはそうだな、コンビ同士がいいのか、はたまたこっちがいいのか、どうですか、あんま変わらんや、クソが。汚い言葉だ、吐くなって、分かってますよ、これもう汚い言葉吐きたくて吐いてるわけじゃないんだよ、ちょっと今思うと維新論ってそんな体力多ないな、バー見る限り思わん、俺めっちゃ思うねんけど、気のせい、気のせいじゃないよね、うわこれ、これこっち行けんじゃん、うわあれ微妙だな、まあアクションブレーク起こして、いやでもこれまあそうだな、ここでアクションブレイク起こした方が現実的っぽいね、なんであそこでアクションブレイク起こすかっていうと、カウントダウン基本的に戦闘か
結番でカウントダウン1個取ってくる感じがあるから、そこでアクティブじゃないけどアクションブレイクを起こすとスキップができる。だからこれでスキップできるかないかな。今んとこはカウントダウンない。ああ、ケツか、じゃあ。まあ、ケツも言うて悟空4がいるから、もしかしたらアクションブレイクで消えてる可能性がある。なるべく倒さないでいくけど。あれ、ベジータジオンって5発撃ったらなんかあったよな。恩恵が。なんだっけ。そい。うー、気持ちいい。はあ、削れねえ削れねえ。でもこれだったら悟空4ゼノとどっちが相性いいんだろうね。でも言うて悟空4ゼノ、あー、結番か。悟空4ゼノのさ、あれだもんね。あーでもこっちも6つなんだよね。めっちゃいいやん、フルパー悟空技とこっちとで、ベジータも合わんくもないっていう感じか。なるほどね、そういう感じね。あ、違う、お前ちゃうわ。5発打ったら確かなんか恩恵あったよね。あー、それ以降ね。あら、タックディフェンスは上がるっていうやつっすね。確かに。でもこれ倒せる、倒せる自信が全くないねんけど。16万あったら大丈夫ちゃうか。でも戦闘で強いからどっちかっていうとこうすなあかんねん。そうするか。そうだね、そうしよう。まあ悪くはないんじゃないかな。いやー、これはベジータまでで切りつけたな。2054万、たっけ。ほんまにフルパワーだね。消し止めドーン。あ、倒せれんかった。爆発じゃい。ドーン、オッケー。まあてな感じでいかがだったでしょうか。今回ね、ベジータジェノと悟空フォーク見合わせてみたんですけど、相性は悪くないですね。でしかもフルパワーで起用するようなメンツだから、これはあの、わりかしいいかなと個人的には思います。あと大猿パワーだね。だからベジータ勢の方も GT と相性いいし、リンクもある程度ね。だから全然使えなくもないし、なおかつ、ベジータ勢のもね、恩恵がマックスで得られるんで悪くないんじゃないかなと個人的には思いました。はい、てな感じでご視聴ありがとうございました。またね、チャンネル登録とよろしくお願いします。それじゃあまた皆さん、バイチャー。